日本相撲協会は4日臨時評議委員会池信康子議長を開き昨年12月末の理事会で決議された高野花親方45元横綱の理事会人案を審議全会一致で理事会人決議は承認され2階級降格処分が決定した理事会任は前代未聞の終分ではあるが高野花親方は馬事東風の心持ちだというのも理事会人でも 一門外に多くの裏人脈があるからだ。揺らぎ続ける八角理事長54元横綱北東海の執行部に対抗する。勢力づくりは着々と進んでいる。評議委員会は、高野花親方に対して批判的な意見を持つ池坊議長元文化副大臣が主導する形で外部有識者と現役親方の計7人で構成。記者会見で、 同議長は、公益法人の役員としておよそ考えられない行為。多くの言動は、明らかに例を失していた理事会人を厳粛に、受け止め真摯に反省し、今後は協力し合い、例を持って行動してもらいたい。と、厳しい言葉を並べたが、これはやむを得ないところで、早くも初場所14日初日、両国国技館の地に行われる理事選が焦点となる。 高野花親方は、理事からの降格だけでなく、次期理事選への出馬にも制限。がかけられるペナルティーがあった場合に備え、副審の親方を理事に出馬。させる方策を練っていた。貴乃花親方の懐刀として知られるのが、阿部松親方、元関脇、駅原武氏で。一門を超えて、親方衆からも、人格者で信頼が厚いと評判。 高野花親方の意を受けて、理事候補として出馬する用意は万端だ。また、一門を超えて貴乃花親方を支持する裏人脈も各一門に張り巡らされている。少しでも、八角理事長体制に陰りが見えれば、貴乃花親方の勢力が一気に、表面化する可能性すらある。現在、各界には、2014年に認められた、最も新しい貴乃花一門を含めて、 6つの一門が存在する最大派閥は出羽海一門31人だが今回の暴行事件や貴乃花親方の動きに誘発されて多くの一門で分裂の要素を含む動きが現れている出羽海一門には昨年貴乃花親方の審判で作成された女装カレンダーに参加し玉の井親方元大関栃東 山響親方、元前頭岩尾などがいる。また、富津風一門、19人、では、四頃山、四頃山親方、元関脇寺尾、辰田川親方、元小結保馬将、港親方、元幕内港藤野三親方が離脱を表明。無所属となるが、三親方は、もともと高野花親方に近い。さらに、 高野花親方の審判が多いのは二所の関一門二十人だ。もともと、高野花一門は二所の関一門を脱退して立ち上げられたものだが、現在でも高野花親方に親近感を持つ親方がいる。現役時代に高野花親方から三個の金星を奪った佐渡家武親方、元関脇、琴ノ若は、熱な審判として知られる。この部屋には、 忠誠を誓う3人の部屋付き親方、久米川元小結こと今妻、白玉元前頭、琴椿、浜風元前頭、五条炉がいる。先代佐渡家竹親方、元横綱、琴桜の女将さん、義母、妻、真知子さんの母が、二所の関一門を離脱した貴乃花親方をよく思っていないため、あまり、貴乃花支持を思ってだっていうことができないだけ、相撲関係者と言うが、その親密さはよく。 知られるところだという理事選での当確は9から10票で二所の席一門は2人の理事を選出できる票数がギリギリであるため今後切り崩しの応酬を受けやすい土壌があるネックは一門の総帥で理事でもある二所の席親方元大関は鹿島津の病状だ昨年10月19日に自転車で転倒し 約5時間の緊急日だけ頭手術を受けて入院しているが一門の関係者によれば意識は回復したとの情報もあるそしてガチンコ部屋相撲協会関係者として知られるタッコの裏親方元前頭鷹野鶴もこの二所の関一門に所属しているが鷹野花親方と考え方が近いタッコの裏部屋には横綱木勢の里がいて 高野花親方は直接奮闘を与えたこともある昨年の秋巡業では巡業部長でもあった貴乃花親方は先々代初代若乃花も稀勢の里の仙台師匠元横綱貴野里も常に大きく仕切っていたぞと直々に指導しとても勉強になりました稀勢の里と話していた二所の関一門ではもう一人 小親方、元大関こと風が理事を務めている。協会ナンバー2で八角理事長と懇意にしており、反貴乃花親方の一人、二所の関親方が理事選に出馬できない場合は、同一門から柴田山親方、元横綱大野国が出馬することも考えられるが、誰が理事選に出るか、二所の関親方の病状次第。 別の一門関係者と一門内の勢力図は流動的といえる八角理事長の高砂一門十二人も揺れている人幕親方元前頭藤野心の長女が高野花親方の長男雄一氏と昨年結婚また同一門には八角理事長の手法に疑問を抱く親方衆も多く小横綱千代の富士の一番弟子でもある 親方、元大関、千代大会を理事選に擁立しようという動きもある。八角執行部にいぶっていた火種に火がつきつつあるのだ。